建築って難しい。すべてのマインクラフターが一度は直面する壁です。中には建築を諦め、一生の大半を薄暗いホラー穴で過ごす人もいます。ですが僕は、そんな人たちにこそ建築の楽しさを知ってほしいと考えています。建築は怖くない。あなたもきっと建築できるようになる。そしてそのためのコツをわかりやすく解説する。そんな動画です。このチャンネルでは他にもすべてのマインクラフターに建築の機会と可能性を提供するため、様々な動画を投稿しています。もしこの動画を見て、自分にも建築できるかも、建築って楽しいと思っていただけたら、チャンネル登録と通知をオンにしていただけると、次の動画もいち早くお届けできます。ちなみに今回は、後半に進むにつれてより上級者向けの内容になってるので、良ければ最後までご覧ください。みなとみらい不動産。まずは建築のコツ一つ目、本当に好きなものを作る。僕にはわかります。超初心者の方からすれば、そもそも何を作ればいいのかわからなくて困ってるんだよって話ですよね。そこであなたの好きなものを作ればいいんです。僕と同じように都市が好きなら現代建築でもいいし、神社やお寺が好きなら和風建築、他にも洋風、ファンタジー、自然造形、軍事など色々ありますが、マインクラフトではこれらに当てはまってないものでも自由に作れますよね。例えば、マイクラで巨大な PC やゲームハードを作ってる方もいれば、他のゲームのキャラクターのドット絵を作る人もいます。そういえば僕も最近、マイクラで優雅ごとく風の画像を作ったりもしてました。このように建築って別にいわゆる建築だけではないんですよね。それに好きなもののことならよく知ってるし、作りがいもあります。好きこそものの上手なれ、あなたが一番うまく作れるものは、きっとあなたが一番好きなものです。あなたが好きなものは何ですか？二つ目、中央比などのバランスを意識する。バランスってすごく大事です。横に長くなりすぎてないか、逆に高すぎないかなど、まずは大まかな形を作ってみて、一旦前傾を確認します。そこで大丈夫そうだと確認してからしっかり作り始めるようにしましょう。特に再現建築だと明確な比較対象があるので、後から見てみてなんかおかしいと違和感に気づくこともありますね。そうならないためにこまめに遠くから全体を確認する癖をつけましょう。これすごく大事なことなんですが、意外とそれについて語ってる方は少ない気がします。僕はここで第一印象の7割くらいは決まると思ってるんですけどね。3つ目、建物や作りたいもののあるあるを探す。どういうことだと思われたでしょうか？まずは聞いてください。センスがあれば、確かに建築の幅は広がると思います。ですが、センスは実はそこまで重要ではないんじゃないかなと僕は思ってます。0から1を生み出すような時にはセンスが必要だと思いますが、現代において、すでに大抵のものの大抵のアイデアは出尽くしています。そして、現代で生まれたものは、何かの派生や何かの模倣であることが多いです。建築も同じです。じゃあどうやって模倣すればいいのか？そこであるあるを探せばいいんです。建築のうまさは、そのあるあるの引き出しの多さや、その解像度の高さだけで、かなり引き上げることができると思ってます。僕の動画内でも、いろんなあるあるを解説してますし、なんならマンションに至ってはテンプレ化してしまったので、正直この動画だけでも大抵のマンションは作れるようになると思います。もちろんこれは現代建築以外にも言えることですね。皆さんには本当に建築が上手くなってほしいのであえて断言しますが、自分の建築に納得していないなら、あなたはあなたが作ろうとしてるもののことをまだ完全には分かってないか、具体的にイメージしきれていないはずです。ビルを作りたいと思ってる人、どのくらいビルについて理解しているでしょうか？多くの方は、ただなんとなく街で見たり、なんとなく眺めたりして知った気になっているだけで、実際細部がどうなってるか、じっくり観察したことがある方はかなり少ないのではないでしょうか。結果、知った気になってるけど思ったように建築できない、そのギャップを、センスとか、努力とか、才能とか、わかりやすい言葉に置き換えて、まるで自分にはできないことであるかのように考えてしまっているのではないでしょうか。断言します。そのギャップの正体は、観察の足りなさです。まだまだあなたはあなたが作りたいものについて完全には分かっておらず、観察が足りていません。どんな色なのか、何ブロックくらいのサイズなのか、どんな質感なのか、それをどうやったら再現できるのか、より多くのあるあるを探し、その共通点を建築に取り入れることで、さらに建築をアップグレードすることができます。4つ目、合う素材の組み合わせを見つける。マイクラには様々なブロックがありますよね。これだけ多ければ、当然組み合わせの良し悪しだって生まれてきます。建築のジャンルによっても映える組み合わせは大きく変わってくるとは思いますが、例えばいわゆるモダン建築なら、この3つの組み合わせを使えばそれっぽいものが作れますね。正直どんな初心者でも、この素材さえ使ってればなんとなくそれらしいものは作れると思ってます。YouTube にそういう動画が多いのもそのせいでしょうか。逆に合わない組み合わせも多くあります。例えば、石と木材をうまく組み合わせた建築というのはとても難しいんじゃないかなと思います。その組み合わせが入るジャンルがあったら申し訳ないですが、少なくとも現代建築ではなかなか見ないカラーリングですね。どちらもサバイバル初期で手に入る素材ですが、だからといってこれを混ぜてしまうと、思ったように建築できず、建築を諦めてしまうかもしれません。石なら石系でまとめると生えやすいし、木材なら木や葉っぱなどでまとめると生える建築を作りやすいです。あなたのジャンルだとどんな組み合わせが多いかも、一度考えてみてもいいかもしれません。5つ目、何を重視した建築なのか決める。これはどういうことかというと、あなたがその建築で一番作りたかったもの、一番表現したかったものは何かという話です。例えば僕のこのレンダリング初心者3分目みたいな画像にすら表現したいものが明確にありました。航空障害等です。なので現実よりも若干この赤いピカピカを強調しています。それ以外にも、ペントハウスが好きだから取り入れた、現実では作れないものを作った、内装をこだわった、なんでもいいです。要はこだわりポイントはどこなのかということですね。これがあると、単純に作ってて楽しくなるのでおすすめです。ただ、言い方を変えると、そのこだわりポイントのために、時と場合によってはそれ以外の何かを犠牲にしなければならない時があるという意味でもあります。全てを完璧に作ることはまずできません。例えば僕の再現ワールドのマンションなら、内装は真っ白すぎる上天井が極端に低いですが、これは縮尺と外装を完全に再現するためです。外装を完璧にしようと思ったら、どうしても内装が狭くなってしまうんですよね。僕はその対策として、内装は別で作り、テレポートを活用することでどちらもしっかり作ったりすることもありますが、中にはアイデア力だけではどうしようもなく、諦めるしかない時もあります。そんな時のためにどこを重視し、どこは諦めるのかをあらかじめ決めておくと、ブレない建築ができます。6つ目、コマンドや建築支援モッドを使う。巨大建築を素手で作ったことがある方はいらっしゃいますか？はい、僕です。過去に抹茶色のクソデカマンションを手置きで作ったことがあります。当然途方もない時間がかかると同時に退屈ですし途中で飽きます。それだけならまだしも、実は完成品のクオリティにも影響するんですよね。やったことがある方は共感していただけるかもしれませんが、作ってる途中で、このブロックよりやっぱりこっちの方がいいかも、と思っても、すでに半分くらい作ってしまっていて、これから修正するとなると、また大変な思いをしなければならない、もうこのままでいっか、と妥協した経験ありませんか？実際作ってみないと、どの色が最適かわかりづらい時もありますし、色々見比べてみて、その中からどれが一番か選べたら、最善の選択ができますよね。ワールドエディットやストラクチャーブロックがあれば、それが簡単にできるんです。ちなみにどちらの使い方も解説してますし、とても簡単なので、ぜひ右上の黒いのから飛んでみてみてください。また、これさえあれば、これまであまり建築で使ってこなかった素材を試してみるチャンスもできます。僕も昔は WiiU 版だったので、建築支援モッドが使えませんでした。そんな中、次々とすごい建築を投稿してるクラフターさんを見て、僕だってワールドエディット使えたらそのくらい作れるもん、とか思いつつ、抹茶色クソデカマンションを作っていたんですね。そんな僕が建築支援モッドを使えるようになった結果、横浜市が爆誕し、最悪な悪徳企業がのさばるようになってしまいました。皆さんが何を爆誕させ、誰をカモにするのかはわかりませんが、モッドやコマンドを使えば、それも格段に楽になるはずです。7つ目、他の方の建築を参考にする。先ほどしっかり観察することが大事だということを少しだけ話したと思うんですが、他の方の建築を観察してみると面白い発見があるかもしれません。Twitter のマインクラフト建築コミュでは様々なジャンルの様々な建築が見れます。Twitter は基本変人鬼人の集まりですが、とんでもない建築を量産する超人もたくさんいます。僕よりとんでもない建築をされてる方も多くいらっしゃるので、ぜひ見てみてください。また YouTube で活動してる現代建築勢の方なら、ランレオさんやら伊賀さん、また狭山県のちいさらさんなどの動画もぜひ参考にしてみてほしいなと思います。ランレオさんは、個人的には駅や高速道路など交通インフラのイメージがあるんですが、内装までかなりこだわって作られていることも特徴的ですね。都市としてしっかり機能しているものを作るというのは、本来我々が目指すべき場所だったのではないでしょうか。その点道路すらろくに作らない港未来不動産は一体、ライガシさんは、雑居ビルやマンションなどが得意分野なんでしょうか。実は高層ビルよりも、小さめのビルの細部を作り込んだりすることの方が大変なんですよね。この方はそういうところをしっかり作られている印象で、一つ一つの建物のクオリティがとても高いです。そして言わずと知れたちいさらさんや狭山製作委員の皆さん、僕もニコニコがまだギリギリ息をしてたくらいの頃から見てますが、当時史上最大級の現代都市を作るシリーズを見て、マイクラに可能性を感じた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。あれがなければ多分このチャンネルもなかったと思いますね。マイクラ氏が初期の現代建築を開拓した都市なら、狭山氏はそんな現代建築に革命を起こした都市だと思ってます。いずれのチャンネルも僕のおすすめチャンネル欄から飛ぶことができるので、ぜひご覧ください。ついでに手が滑ってチャンネル登録ボタンを押していただけると嬉しい。8つ目、そこにそれがある理由を考える。なんか哲学みたいで難しくなってきましたね。これはどういうことかというと、大抵の場合、複雑でよくわからない装飾がそこにあったり、その建築がその形になったりしたのには理由があるんです。例えばなぜ高層ビルの屋上に赤く光るピカピカがあるのか知ってますか？ただかっこいいからといって何の理由もなくつけてるわけではありません。あれは航空障害等といい、夜間でも高層建築がある場所がわかりやすいようにつけられてます。あれがあることで、航空機が不時着しなければならない状況になったとしても、間違えて高層ビルや人口密集地に突っ込んで被害が大きくなるなんてことを減らせるわけです。他にも、雑居ビルの室外機や配管は裏面などの目立たない場所に置かれることが多いです。表に置くとごちゃごちゃして汚らしく見えてしまうからそうしてるわけですが、香港などでは気にせず表に置いたりもしてますね。国や地域、時代によっても考え方や事情が変わったりするので、そこにある理由も変わってきたりします。技術の進歩、その時代の価値観、自然現象やその対策、流行、宗教的理由、見え、なんであれ、それがそんな形になったのにはそれ相応の理由があります。あなたの建築にもきっとそれを作った理由があるでしょう。しょうし、そこからさらにリアリティを追求したいのであれば、現実ならどんな理由があってそんな形になっているのかを考えてみると、より現実に近づけられると思います。個人的にはマイクラ建築にもマイクラ建築の事情や進化の歴史があると思っていて、それをもとに様々な建築を眺めてみると、その建築ができた頃にはこのブロックがまだなくて、代わりにあのブロックを使ってるとか、その建築ができた頃に流行ってた動画シリーズの影響を強く受けてるとか、最近になってこういう表現が確立されてきたとか、あえて現実に即してない見方をしてみると、そのマイクラ建築にもまた現実とは少し違った理由があったということが分かって面白いです。9つ目、法律や条例を意識する。法律と建築に何の関係があるのかと思われたかもしれませんが、めちゃくちゃ関係あります。そう、建築基準法です。まあでもここまで来るとかなり細かい部分の話にはなってきますね。先ほど紹介した航空障害等も航空法で設置の仕方なんかも定められてますし、百尺規制の名残が今でも見受けられる地域もあったりします。ちなみに百尺規制とは、かつて日本にあった31メートル以上の建物は建てられませんよ的な法律です。また、銀座らしい景観や開放的な空を守るために生まれた銀座ルールなども都市開発に影響する地区計画の一つです。ここまで来ると都市の歴史なんかも関係してくるんですよね。そこまで作り込むのは結構大変ではあります。また、海外にも海外の法律があったりして、歴史的建造物が多い地域に高層建築が建てられないから、歴史的建造物のある地域と高層建築がある地域が分けられてたりしますね。このあたりのことは、それぞれに必要な情報を少しずつ知っていくほかないと思います。ですが本当に好きなら自然と知識は増えていくはずです。本当に好きならね、以上です。さらに知りたいという方は、こちらの動画もぜひ参考にしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。それでは、バイバイ。